世界は成長と孤独の集合体、虚言虚謀虚栄の虚構から離れ落ちる化けの皮。
ず孤独を知ること次的見ざる言わざる届けてござる猿の惑星沈痛が無害演じる三本姉妹ちらつく徒党の影が薄ら寒い切られたの緊張感に身を投じた奴にだけ吐ける言葉にはそれでのみ伝わる痛みと熱がある。スピーカー越しまるで骸骨のように露骨に振り回す反骨の真剣で叩き切る言葉の暴力描写。どっかのボスが言ってたらしい、プロレタリアートは真の批判に執着しすぎだそうだが、敵も味方もなく全員に言いたいことがあるんだからしょうがねえ。俺が知る限りこの手のスタンスを通しているのは俺たちしかいないし、俺が知る限りこの手のスタンスに共感するやつはそこそこいるらしい。思い上がりうぬぼれ12秒、いろいろ言われてるがその指摘は全部外れてる。地雷踏まないよう緻密に計算してる連中より俺の方がはるかに状況は読めてる。お前の友達が電卓で弾き出してる決まりきった答えを覆す独自の計算式で導き出した答えとして叩き出しているのが俺の言葉。自己満足って言葉は最悪だ。だったら余計な口出すなって話だ。吐いた言葉が誰かの気に触って耳に刺さって響かないと満たされないのは当然で、やって作って出しただけで満足してたら革命なんかできるわけねえだろ。毒にも薬にもならない言葉を並べてるだけ。とっくに枯れちまって昔話しか芸がなくなっちまった老いぼれは他人にどう思われようが関係ないとか言って予防線を張るが、批判体制のねえおっさん同士のソフトタッチの慣れ合いを美化するな。売れたバンドにこびるバカな先輩にこびるバカな後輩を作る忌まわしき流れを断ち切り、俺は君たちが若かろうと騒がれようとそれに乗じてむやみに褒めて気を引くような真似はしないが、かつて取り巻く大人の貨物空気が重くのしかかり歩き出したばっかの背中を無数の手に押され続けて転んでしまった女の子たちのバンドがいました。群がって騒いでた連中は何事もなかったかのように彼女らを忘れ、今日も誰かの犯行を酒の魚に騒いでいるが、あの子たちの中に残ったもの、お前の中に残ったもの、パンクシーンとやらに残ったものが何だったのか教えてください。流行に中指を立てるふりをしながら女子高生女子高生って林立ててたやつ、人の反骨を一過性の流行のように使い捨てたやつ、お前自身の反省のためにたまには思い出してやれよ。無垢なガキの不確定な情熱は遠目に見ててやるのが親心ってもので、彼らに背負わせる期待は後継者なのか射程なのか、恩を売っててめえには噛みついてこない犬でも飼っとるつもりなのか知らないけど、その思惑に絡む弊害を分かってない連中のおせっかいな助言やらは骨のあるガキにとっては雑音でしかねえから軽々しく触ってやるな。大丈夫、俺は引き際をひまえてるからやめ時を間違えたりはしない。お友達との良好な関係を損なわないために言葉を選ぶようになったらすぐ退く。強欲で傲慢強情なボーカルというのは俺みたいなのを言う。
楽しもうなんて死んでも言わず、ぬるいパーティーに冷たい水を差していく惰性の犯行じゃねえんだよこれは。もう20年も同じこと言い続けてる。前回のアルバムからも6年経ってる。40代になったが、俺は今でも周りが呆れるくらい全く変わってない。いくら疑い深いやつでも疑う余地がないぐらい変わらないやつだ。だからこそたまに出くわす。多分これを聞いてる俺みたいなやつや俺たちみたいなやつらに向けてはっきり言える。違いを恐れず批判も恐れずに諸刃の真剣を振り回せ。状況の変化を嫌悪し、俺たちみたいなのを嫌悪する連中が偽装するユニティをぶった切れ。主導権は常に俺たちが握ってる。
史を語り、問題を紐解くことが解決への糸口になるという段階はとうに過ぎ、カオスと引き換えに利権をかすめた主犯や覇権を目論み裏で糸を引いてきた欧米の思惑、その恩恵で生活の安定を手にしていることを知らず、共犯としての認識が欠落した無知な平和主義、スローガンに酔いしれてるだけの孤島に芽生えた仲間意識は彼らに可能性を錯覚させたが、対岸の火事とばかりに見過ごしてきた我々が今更に吠える安易なヒューマニズムが介入する余地はどこにもなかった。あの時も同じこと言ってた。無知と無双がつながる人間の鎖。イスラム原理主義を非難し、駆逐するグローバリズム原理主義者が正義を語り、イスラムはイコールでテロリズムを生む悪としての印象操作の前に、信念などなく不安に負けてあっさりと流されていく豊かさに儲けた先進国の大衆は、自由や自衛を語る覇権主義者の侵略、破壊、殺戮を結局容認する。100歩譲れば101歩踏み込んでくる侵略者の横暴に対し、あるいは不条理で生成された餌と知らずに群がり太り続ける我々に対し、我慢の限界を超えた上での持たざる者による反撃という見方をしなければ、この問題は一歩も前進しない。地雷があっても踏み込んだ先でしか真実は掴むことができないが、変化を恐れ踏み込めないまま我々は半端な抵抗で火災から逃れ、ついに今日を迎え、また明日を迎える。行動と意識のスケールは必ずしも比例しない。遥か彼方、太平洋に沈みかけた海洋国家があって、そこに生きてて、そこそこ豊かな暮らしを手にしている僕らは、彼らがさらされる不条理を嘆いたり、その身を案じ声を上げ、強者に対しての反発や弱者に対して支援しようという衝動に駆り立てられるが、問題の根源を打ち倒すには至らない。過去さまざまな抵抗が最後の一撃を放てなかったように、状況を打破する最後の一歩が踏み出せない弱さが大衆の浸る豊かさにまみれた怒りには内在してる。事実を知り、それを受け止め、向き合う覚悟がないことに気づいてない民衆や、変化を恐れてる民衆と、そこを見抜いてる政府との間にある理想と現実とを分ける壁を壊す手段が僕らにとって選挙じゃないことは証明されたし、リテラシーが育たないまま大人になり、メディアに植え付けられた不安に怯え、すがりつく存在を作り出す行為が民主主義では決してなく、主権が形骸化し、選択させられてるだけの選挙などに希望も感じない。まだ気づいていないかもしれないが、民主主義のルールを逆手に取られ、賛否両論の空気に迷い、合法のもとにコントロールされる抗議行動に見た夢から目を覚まし、投票用紙を捨てた平和主義者が武器を手にする時が来たんだ。見ることを忘れ、奇跡を信じて眠れ、過去は過去に留める。
い人工知能みたいだ。突き渡る死神から今日逃げ切ったやつらだけ明日がある社会で苦痛を恐れ追い足に怯えて生きてるくせに生きてること次第に苦労してる人への想像は働かない。死という選択を軽々しく否定できるのは大抵わけも分からず生きてるだけのやつだ。自ら世を去った仲間は哀れ者と同じくらいに他力本願からわる不安に喘ぎ生きてる自分を哀れめ。関心と理解の帰り右だ左だと叩き合う批判の先鋭化に働く遠心力。共存より分断に安心したまる対立構造不自覚に苛立ってる社会の底辺で人は非難の対象を探して睨みを利かすが。思考から逃れた断罪や同調は心地よいが静かに自分を考える時間を持て。腹をくくらず人の上に立とうとする為政者や投票を闘争と語る他人任せの投資を振り回す抵抗の真剣は歯がこぼれてる。防止を盾に脊髄反射で否定をする絶対正義の思い上がり彼らが呼び覚ました生命の中身には一方的な正義を見落としたもう一方の正義があったんだ。大いなる矛盾にまみれた理想の暗部誰かを切り捨てざるを得ない勝利やヒューマニズムの真相そこに鎮座する互い性に恐れをなして踏み込めずたやすく切り捨てる連中が支配する社会に帰属するのが宿命だとしても孤独を恐れず歩く限り敗北との闘争に敗北はしない恐れず歩け。労働も老化も42年経っても未だ俺様の心を殺せてないじゃないか。ざまあ見やがれ宿命よどきさらせプロレタリアート様のお通りだ。バージャー人格の破壊とセックス死亡主義を生んだ消費と破壊の無限地獄人間皆様悪しき習慣の中に埋もれて消えた。 Don't fucking Toyota 耐えるが世の仕組み抵抗なく世界に収束する人生敗北の象徴を牢に殺され労働の牢獄へ。終身雇用マイホームイコールに生命保険中の韓国で囚われた僕らの人生さあどうようこそ超ファッキンドヨタ責任者出てこい。人的死を使いして今日扱って政治進化のようなの首をつめ隠蔽買収切り捨て2万した少しずつ壊されるブツブツ金額メディア主導体験ストックレイ Don't fucking Toyota 説明の断片にこびりつく奇弁と逃げ工場
不安はおるんだ。メディアが伝えない実情、政治を捨てる心臓を差し出した情報に憶測が噛みつく。事態は常に想定を凌駕してきたんだ。今まで依存してきた常識など役に立たない。八方塞がりに心詰めた道の模索は瞑想を極める。帰宅した問題を水に流そうとすれば正当者さえ結局誰も救われない。私たちのものである。しかし結局は君たちのものなんだと。
実態に重く重く蓋をしたのです。